はい、どうもこんにちは。俺はいつでもぼっちの味方。はい、どうもこんな感じです。今回はチャージ X のまた動画になるんですけど、はい、今この見えてる武器ですね、それはこの黄金の地頭竜ですね。バルハザクの黄金ですね。この武器についていろいろ今日はやっていきたいと思います。で、発動しているスキルが、今右にある通りに、攻撃4、見切り4、流属性攻撃強化3、超回心3、弱点特攻3、集中3、強化持続1、飛炎1、砲弾装填数アップ1、ガード性能1、回心撃となっています。はい、装飾品ですね。装飾品は、こんな感じとなっています。短縮、攻撃。で、なんて読むのかな？破竜。破竜、破竜、破竜。で、増弾、長身。で、これね、サンスロにちょっと、鉄壁ってもったいないですけど、まあ、はめるものがなかったんで他に、ちょっと鉄壁にしてみました。で、通撃ですね。で、さっきのスキルが発動します。で、この武器自体にもね、回心撃というスキルがついているので、はい。スキルで回心撃が発動しています。あと、そうですね。ドラケンヨット装備しているので、この竜騎士の証ですね。達人芸が発動しています。まあ、スキルの説明は以上となります。では早速ね、この超絶中二武器を使って、リオレウス、アシュを狩りに行ってみたいと思います。では、レッツゴー。
はい、どうだったでしょうか。リオレウスを2分ですね。で、リオレウス足を3分ぐらいで討伐することもできました。なので、弱くはないと思います、全然。しかも、流風力っていう、まあ、古竜に対してすごい効果的な属性もついているので、属性っていうか、まあ、流風力っていう、その古竜特有の、例えばテオテスカトルだったら、まあ、炎をまとってるやつとか、まあ、クシャルだったら、風とか、ですね。そういうのを抑える力を持ってるんですね、流風力には。なので、パーティーに行く際にはですね、一人持っていくのも全然いいかなと思いました。攻撃力も弱くはないですし、瓶のダメージも100以上出るとか出ますし、はい。ぜひね、皆さんもマグタルト回してゲットしてみてはいかがでしょうか。それでね、あともう一つ強い武器があるんですけど、まあ、今、二つかな。水と氷の動画を、と今、これで三つ目か。竜属性のマグタルト黄金武器ですね。の動画出しているんですが、まあ、それでも一番やばいと思ったのは氷ですね。氷に関してはもうゲットしても全然そうはないと思います。瓶のダメージ200ダメージ超えとか普通にしますし、まあ、ナラテスカトリが氷が通りやすいっていうのもあるんですけど、まあ、マグタルトの頭で290ダメージとか、ツイッターで上がって回ってきたので、まあ、それぐらいのダメージは出せるということですね。なので皆さんも頑張ってゲットしてみてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Woohoo!